リチャード・ローのベッキナー、イエイ、はい、ということで、はい、罰ゲームの、はい、お時間です。これね、はい、これね負けたから、はい、で、これ何何なんですか、これは。ですね、パクチーです。だからパクチーっていうのは俺食べたことないねんけど。私もないです。なんかそれが、なんかすごいまずい、まずいというか、そういう話、ごく一部の方はすっごい好きらしいんですけど、多分ダメな人はもうとことんこれはダメと、ね、匂いはね、わかんない、うん、あ、わかんないですか。うん、臭いとかそんなんない。ただパセリ的な感じですね、今のところは。うん、なんか、なるほど、無効ですね。はい、で、あともう一個あるんですよね、はい、これね、青汁です、ね、もう定番ですね、はい。このセット、はい、負けた方は、はい、青汁は僕経験あるんで、はい、まあまあ一応ちょっとお口直し用の水を。もう青汁はダメなの分かってるんですね。分かりました。いや、パクチーが分からない。分からないです、私も本当に。そのあ、もうそのまま食べていいそうですよ。一応このままで茹でるとかは関係なく、洗わずでも。じゃ一応、じゃあちょっと、はい、行ってみます。はい、ハスパクチー、はい、ハスパクチーの表情。そんなんなんすか。うん、うーわ。ん、え、何がわかんの、それ。何なんすか、なんかお口に優しいパクチーとかって私買い間違えました。あのね、はい、普通にね、ちょっと違うかもしれんけど、うん、みかんの皮みたいな香りが。へえ、このパクチーはで優しいパクチーなんかな。なんやろね。まあ国内産なんですけど、コリアンダー、はい、国内産だったんですけどね。世界のハーブパクチー、そんななんかすごい、あれら、あ、でも嫌いな人はおるかもね。あ、そうなんですか。そんなに、あ、だ、大丈夫、くそ。はい、安い、罰ゲームどうこうっていうものじゃないかな。安い工事食べたことある？ないです。食べたことない。あ、もらいます。はい、どう、ダメ、別にいいでしょ。食えないことはないけど、うん、確かに鼻につく匂いが、これダメな人ダメですね、うん、でもそんなにやんの。あの苦いパセリと VS やったらどっこいですね。あ、苦いパセリの方が嫌かも。ダメか。まだマシですよ、思ったより。パスパクチーちょっと僕にとっては罰ゲームにならなかったみたいに。あ、私はどっちかというとこれ苦手かもしれないです。あ、はい、臭くって言いません、ね、これをね、まるまるガッて言われたらさすがにもうしんどいと。それ多分ほうれん草とかでも嫌でしょ。嫌ですね、これだけで食えてるから。はい、はい、ちょっとまあもう定番の青汁いきます。青汁いきまーす。ちゃんと混ざってない、ちょっと混ぜる。うそん、粉ちゃんと溶かしておきましょう。はい、青汁はね、もう知ってるからな。それね、苦い、なんか最近はね、お口に優しいとかっていうのが多いんで、ちょっとそれが正しいのかどうかわからない。どうぞ、青汁ゴー。もう全部飲んだ方がいいやんな。あ、全部飲んだ方がいいです、これは。グビッと感想一言。 あ、ダメでした。あ、苦い。あ、苦いやつダメだったんですね。あ、お口直しじゃないよ。あ、これダメな青汁。まあまあ、でもまあまあ。今ええ顔して、あの、ね、リバースするほどじゃないからさ。今ええ顔してます。大丈夫です。はい、わかりました。まあパクチーは意外といけました。うん、あ、パクでもまあそんなに好んで食べるものじゃない。わかりました。うん、了解です。はい、ということで、今すごい男前な顔しましたけど、あの6周年は、はい、負けました。負けましたね。ジンガ、まあ、前回ね、はい、あのお恥ずかしい写真をあなたはアップされて、ね、されましたね。はあ、これでまあ一生いっぱいじゃないですか。そうですよ。じゃあなんか来年なんか勝負しましょうか。しましょうか。ゲストとかでもありでもよかったんだけど、まあ多分、この流れでいったら勝負。ここは大丈夫ね。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次回のギター担当安井でした。ボーカルの島でした。お疲れっす。お疲れっす。自分も青汁を飲んでみたいっていうことで。あ、なるほど。とっちゃん初青汁、これ濃かったかな、ちょっと。まあいっか。あ、お口直しの水用意しとかんでいいの。こ
これさっき使ったコップ。あ、さ、俺飲んでるんだよ。これもらえますよ。多分いるよ。はい、行きまーす。はい。せーの。ん？どう？大丈夫な人です。ああ。むしろ。あなたのパクチーよりです。ああ、はい。私、青汁大丈夫かも。じゃあ持って帰ってどう？ワンパック。ありがとうございます。体良くなっちゃうぞ。ありがとうございます。え、ちゃいます取ってんの？これ使わなかった蜂蜜なんですよ。はい。これをね。これタイミングがあれば、コップ一杯の蜂蜜を飲もうかっていうふうにも言ってたんですけど。これはちょっと出番ないっすね。出番なかったですね。はい。こんなのもありました。はい、まあ何かで使っていただければ、はい、勝利者なんで景品として始めます。結局罰ゲーム全部言うことですね。